Hey guys, Silence Zero here. Welcome back to another episode of the Nonary Games. It's been 2 months since the last episode. And as usual, Let's Play series are usually slow on the channel because I cover mobile games and they update very frequently. So, you know, console games are technically just as it is. So finally, we have time to get back into it. And just after escaping the refrigerator room and of course the kitchen, we are now making our way into Route D, which is technically the only way left to go for Junpei and gang. So let's get down to it. よし、決まりだ。 C デッキか。 特に異常はなさそうだな。念のため、もう一つ下のフロアも確かめてみようぜ。やっぱりか。Dデッキは完全に水没しちまってるんだな。あの大階段の下と同じですね。水位がさほど変わっていないのが唯一の救いだな。そうね。そんじゃ。 とりあえずCデッキに戻るか。さてと、ここには何があるのかなと。階段の正面にエレベーターがありますね。ニキ、上のフロアにあったのと同じものみたいです。いや、上のやつとは微妙に違うみたいだぞ。ほら、扉の間にカードリーダーが設置されてる。 このミオなマーク。これはヤシロのマークだな。あ？メスのマークに鬼のような角が生えてる。だから。痛い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 
ヘルメスだかヘルペスだか知らねえな。とにかくこの装置を何とかしない限り、エレベーターは動きそうにねえな。つまり、彗星のマークが記されたカードキーが必要ってことね。多分そういうことだろう。ま、しょうがないわね。エレベーターは諦めましょう。こっちの左側の通路はどうなんだ？わあ、扉だらけですね。おいおい、こんなもんいちいち調べてたら日が暮れちまうぜ。日はもう暮れてると思いますけど。沈むとしたら太陽じゃなくて船の方だろうな。だったらなおさらやばいだろうが。とりあえずこっちの通路は後回しね。その前に反対側を調べてみましょう。それじゃ来た道を引き返すか。今度は右側に行ってみるか。ここも扉か。まあ4枚だけならさっきよりははるかにマシだが。開けてみましょう。よし、そこの一番近いところから行ってみるか。鍵はかかってないな。行くぞ。一体何なんだここは。このだだっ広い空間はよ。端から端までびっしりと、すごい数のベッドだな。病室でしょうか。確かに消毒液の匂いがするわね。そうかもな。薬品やら医療器具の置かれた棚もあるし。いや、それよりも
奥の壁にあるあの4枚の扉、左端の扉には3、一つ飛ばして左から3番目の扉には7、そして一番右側の扉には8、間違いない、ナンバリングドアだ。なあ、3と7の間の扉にだけ何も書かれていないみたいだが、こいつは一体何を意味してるんだ。考えてもわかんねえ。今はとにかく扉を調べてみよう。ええ、そうね。ダメですね。そりゃそうよ、あっさり開いちゃったらのなりゲームが成立しなくなるもの。レッドで認証しない限りナンバリングドアはって、あれ、どうしたんだ。見てよ、レッドの表示板のところサインが出てないわ。サイン、ほら、大階段のところのレッドには出てたじゃない。誰も入ってない時にはベイケントって。ああ、そういえば確かに。でも今は何も表示されてませんね。でしょ、ぶっ壊れてんのかな。試してみよう。無反応だな。7の扉のレッドも、3の扉のレッドもか。全部同じように機能していないなんて。こいつは一体どういうことだよ。やっぱりだ、ぶっ壊れてんだよ。ゼロの野郎のメンテナンス不足だな。そんなバカな、ありえないわ。ここまで用意周到に準備してきたゼロが、こんな初歩的なところでミスを犯すと思う？つったって、動かねえもんは動かねえんだしさ。基板が抜き取られてるみたいだよ。ニルス！一宮、ヨツは、セブンも。どうして？なんでお前らがこんなところに。それはこっちが聞きたいぜ。ではお互い情報交換といこうか。Okay, so it seems like the gang has gathered together into this ominous room.I have a feeling like the device is just technically no power. So there's probably some kind of puzzle to reactivate the power source before you can access the doors. But, you know, 3 doors? I don't know. It's just, it feels like a death trap, where like maybe 2 of the doors are the correct ones. So...Considering that one person is dead, technically, they are short of one number to use. So maybe a group of people might not be able to access the doors, considering they need to add up their bracelet numbers and then, you know, that kind of stuff. So, つまりこういうことだな。お前らがここを訪れた時にはすでにレッドから基板は抜き取られていたと。そこでこの大病室の中をくまなく探してみたものの、結局それは見つからず。だったらあっちの扉がずらっと並んだ通路の方にあるんじゃねえかと、お前らはそう考えたわけだ。で、探しに行ったのね。
そうだ。すると探している間に声が聞こえてきた。うん、そこで声を追って大病室に戻ってみると、そう、君たちがいたというわけさ。一応確認のためにレッドを調べておくか。そうだな。ん？装置の底の部分に細長い溝のようなものが見えるな。スリットというか、スロットというか、とにかく電子部品を差し込むためのものだってのは間違いなさそうだ。それにしても弱りましたね。レッドが動かなければこの先には進めないわけで。あっちの直線通路の方は？どこか先に進めそうなところはなかったのか？いや、なかったな。病室なら腐るほどあったが、他には何も。病室？ってことは、あのたくさん並んでた扉は病室の扉ってこと？そうだ。この大病室とは違って個室のな。あとは通路の突き当たりのところにドアがあったけど、鍵がかかってて。鍵穴のところには例の星のマークが刻まれてたよ。触れてみてわかったんだ。あれは木製のマークだね。またか。至るところにあるんだな。一体何の意味があるんでしょう。何の意味といえば、この大病室もそうだな。一体何なんだここは。この船は客船じゃなかったのか。この船はおそらく病院船なんだろう。名前は多分ギガント。ギガント？何なのよそのギガントって。ギガントっていうのはな、20世紀初頭に建造されたタイタニック号の姉妹船でな、正式名称はギガンティック号という。タイタニック号には外観も内装もそっくりな3隻の姉妹船があった。ギガント号はそのうちの1隻ってわけだ。ギガント号はそのうちの1隻ってわけだ。当初はタイタニック号と同じく客船として運用される予定だったんだが、浸水後間もなく第一次世界大戦が勃発した。その影響によってイギリス海軍に接収され、病院船へと改装されたそうだ。その後ギガント号はエーゲ海においてドイツ軍の敷設した機雷に接触。損傷を受けながらもどうにか付近の浅瀬に乗り上げ、沈没は免れたらしい。それからギガント号はどうなったのか。一説によると、イギリスの大富豪ゴルダイン卿なる人物がその船を買い取ったのだと言われている。何でもゴルダイン卿はタイタニック号の生存者のうちの一人で、事故のトラウマからかタイタニック号に関するありとあらゆる遺品を収集していたのだとか。その収集癖が高じて、彼はいつしかタイタニック号そのものを欲するようになった。しかしそれは叶わぬ夢。タイタニック号は海の底だ。そこで彼はタイタニック号とウリ二つの姉妹船ギガント号に目をつけたってわけだ。そのゴルダイン卿とかいうやつが買い取ったのがこの船だっていうのか。そうだ。少なくとも俺はそう思ってる。そんなバカな。一世紀も前に作られた船が現存してるわけがない。まあまあ話を聞こうじゃないの。それで根拠は何なの。根拠？この船がギガント号だと思う根拠よ。それはお前あれだ、この船はタイタニック号と病院船2つの特徴を兼ね備えてる。
だからまさかそれだけの理由？いや、まだある。何を？それは、その、なんだ、わからん。記憶喪失、まだ治ってないのね。おい、すまんな。あ、ちょっと待ってくれ。記憶喪失？はあ？今さら？もしかして知らなかったのって俺だけ？どうして？ああそうか、お前にはまだ言ってなかったな。あの大階段のところへお前がやってくる前に他のみんなには教えたんだよ。目覚める前のことを何も思い出すことができねえってな。そんな、金の音か。大階段にあったあの時計の音のようだな。10、11、12、12回か。12時ですね。タイムリミットまであと6時間。時間がもったいねえな。とにかく動こう。レッドの基盤を探しに行くんだ。探すって言ったってどこを探せばいいのよ。この大病室の中はすでに調べた。すると残された場所は一つしかない。一つ？いや、一つじゃねえか。うん？ちょっと待ってよ。ここにある部屋を全部探せって言うの？ここにある部屋を全部探せって言うの？安心しろ。すでに4部屋は俺たちが調べた。That was strange. There were two incidents where the audio repeated twice. Did the game glitch out? Oh yeah. Let's continue on. 4部屋って。あとは8人で手分けして当たればなんとかなるだろう。1人につき6部屋ずつ調べりゃ48部屋は片付くことになる。残りは48部屋なの？知らん。おのおの担当するエリアと順序は理解したか？うん、バッチリです。時間は次の鐘の音が鳴るまでだ。集合場所は大病室でいいよな。集合場所は大病室でいいよな。 There it is again. ああ、問題ない。基盤を見つけたら、とりあえず声を上げて知らせればいいのよね。時間までに見つかればいいんだけど。まあ、それだけ探しても見つからないのなら別の対策を練った方がいいってことだね。そういうこったな。それじゃ、行くぞ。Not sure if it's a good idea to split up.1時か。みんなのところに戻らないと。つろ、こんなとこに集まって何を。どうしたんだ。純平君、見てください。ベイケント空室だと。おいおい、基盤を見つけたのはどこのドイツだよ。見つけたら声を上げて知らせるって、そういう決まりだっただろ。それがなんだよ。なんで黙ってるんだ。それがね、わからないのよ。
わからない。私がここに戻ってきた時にはすでにこの状態で、その時部屋の中には誰もいなかったの。つまり私が一番乗りだったってこと。なのに基盤が。はあ？ちょっと見せてみろ。確かに下に何か刺さってるな。他の2台は同じよ。確かめてくる。社の言った通りか。なあ、念のため確認させてくれ。ここにいるみんなは全員心当たりがないんだよな。ああ、ないです。 I mean it's pretty obvious who it might be, because there's one person that has not showed their face inside this room yet. So ちょっと待てよ。ニルスはどこだ？See? ってことはニルスが基盤を。さあ、まあ、わからん。直接聞いてみないことには何とも言えないわね。それにしても遅えな、あの野郎。一体どこを突き歩いてんだ。もしかして道に迷ってるんじゃないでしょうか。ああ、その可能性は高いな。あいつは目が見えないわけだ。そんなことありえないよ。お兄ちゃんは確かに目が見えないけど、音を聞けば何だってわかるんだから。だから道に迷うなんて、そんなこと絶対に。私探してくる。おい待てよ、四つは待てって。 That's not a good idea. 行っちまった。参ったな。どうするか。レッドは動くようになったけど、二人を置いてはいけません。私たちも探しに行きましょう。たく、しょうがねえな。基盤探しの後は人探しか。やれやれだぜ。とにかく行こう。グズグズするな。タイムリミットまであと5時間を切ってるんだからな。ここからは手分けして探そう。はいよ。じゃあ俺はこっちを調べるぜ。では私は向こうへ行こう。俺はあっちだな。それじゃあまた後でね。さあ俺たちも探しに行こう。はい、行きましょう。でもどこから探せばいいんでしょうか。まずはそうだな。I don't think going to the large hospital room would be a good idea. We have not been to the casino, right? So let's go check that out. B デッキのカジノバーの方に行ってみよう。わかりました。了解です。おい、そんなとこで何やってんだよ。見ればわかるでしょ。ニルスを探してるのよ。まったく、そんな風には見えないが。Yeah, she's very sus. 気のせいじゃない。いや、気のせいだとかなんだとか、そういう問題じゃないだろ。ところで、純平くん、紫さん、一つ提案があるんだけど、聞いてもらえる？ Are you planning to abandon the rest of them? なんだ？遠回しな話は嫌いだから、端的に言うわね。あなたたち、私と組む気ない？組むって？
組むは組むよ。私と一緒にナンバリングドアに入らないって言ってるの。I knew it。そんなこと言ったって無理ですよ。どうして？純平くんのバングルナンバーは5、私は6、ヤシロさんは8だから。私たち3人の数字根は1になります。でも、あの大病室に1の扉はありませんでした。あったのは3、7、8の扉だけで。だったら1人加えればいいじゃない。え？誰を？わからないの？成分よ。なるほど。確かにセブンを加えれば5足す6足す8足す7イコール26。26の数字根は2足す6イコール8か。ちょっと待ってくれ。他の4人はどうするつもりだ？一宮、ニルス、サンダ、四つ葉の4人は。足してみればわかるでしょ。1たす2たす3たす4イコール10。ってことは1たす0イコール1になるから。おいおい、4人の数字根は1じゃないか。そうね。そうねって、あの大病室に1の扉はないんだぞ。知ってるわよ。もしかして置き去りにするつもりですか？人聞きの悪いこと言わないでよ。私たちがこの船から脱出したら救助を連れて戻ってくればいいでしょ。 No, I don't think you'll do that。 そうすれば置き去りってことにはならないわ。嘘つかないでください。 Yeah, with the experience of the refrigeration room, I don't trust you。 どうして？わかってるんでしょ。タイムリミットまであと5時間もないんですよ。仮に今すぐ脱出できたとしても5時間で救助を連れて戻ってくるなんて不可能ですよ。そんなことやってみなければわからないじゃない。Says the person who gave up immediately。 というかそもそもだ、俺たち3人にセブンを加えたところでこの船から脱出することなんてできないぞ。俺たちだけじゃ9の扉は開けないんだからな。脱出するための出口は船内のどこかに隠されている。探したまえ。9と書かれた扉がそれだ。そっか、そういえばそうですね。4人の数字根は8だから一宮さんの1を加えないと。そういうことだ。4人で進んだところで一宮がいない限りは手詰まりになっちまうんだよ。あらそう、それは困ったわね。困ったわねってお前。とにかく別の方法を考えましょう。8人全員で脱出できる方法を。そんなの無理よ。何寝ぼけたこと言ってんの。ナンバリングドアの先へは多くても5人までしか進めないのよ。9の扉だって同じでしょ。間違いなく3人はあぶれることになるわ。確かにそれもそうだな。いや、ちょっと待て。今の話には何か重要な事実が抜け落ちてる気がする。でも本当にそれでいいのか。少なくとも3人はあぶれるんじゃなくて確実に死ぬってことだろう。それはそんなのは。ねえ、悪いけどちょっと一人にしてもらえない？考えたいこともあるの。当時の悪い話を聞いてしまいました。ああ、まあ、なんだ。とにかく
今はニルスを探すことだけに専念しよう。そうですね。先のことを考えるのは後にしましょう。あ、そうだな。さてと、それじゃあ次はどこに行けばいいかな。Guess we're gonna have to check out all of them. すぐ近くだし、一等船室の方に行ってみよう。大丈夫か？心配なのもわかるが、なんというか。行かないなら私が。分かったよ、行こう紫。四つ葉のためにも早くニルスを見つけてやらないとな。次はどこを調べてみるか。 Yeah, the poor girl's gonna break down. Alright, let's moveTo the other sections. なあ、シーデッキに戻ってみないか。あの個室が並んだ通路の方を調べてみよう。わかりました。行ってみましょう。お、一宮か。おい、ニルス、どこだ。どこにいる。いたら返事をしてくれ。行こう紫。わあ、君たちか。ニルスはって聞くまでもないか。その様子からするとまだ見つかっていないようだね。ああ、そっちも同じみたいだな。本当にどこに行っちゃったんでしょうね、ニルスさん。四つ葉のためにも早く見つけてやらないとな。それにしても、四つ葉とニルスって本当に兄弟なのかな。 It's really strange that they made June blush. It's just not fitting for the conversation. どうしてそう思うんだい。どうしてって、そんなこと聞くまでもないだろう。二人は全く似てないじゃないか。ああ、言われてみれば確かにそうだね。だが、いろいろと似てない兄弟なんてこの世界には5万といるだろう。別に不思議なことでも何でもないさ。とにかく一刻も早くニルスを見つけ出さないと。時間はどんどん過ぎていく。無駄話をしている場合じゃないぞ。さ、捜索再開だ。ここは私に任せて、君たちは別の場所を頼む。わかりました。純平君、行きましょう。いろいろと気になることはあったが、とりあえず考えるのは後回しだ。一宮の言った通り、まずはニルスを見つけないと。次に向かうべき場所は。So yeah, I mean, it'sPretty normal to have siblings that are not having similar features. They could be step siblings, you know, that kind of stuff. Different parents. So yeah. Alright, let's head to the large hospital. That's the last place we haven't gone. わかりました。戻ってみましょう。あれ、
サンタ？何をしてる？見りゃわかんだろ。レッドを調べてんだよ。何か気になることでも？おいおい、お前は気にならねえのかよ。え？こいつのレッドの基盤のことだ。突き刺したのは誰かって普通は気になるだろうが。あ、そうですね、確かに気になりますけど。お前は誰だと思う？わかりません。じゃあ順平はどうだ、誰が基盤を刺したと思う？I have a feeling it might be Zero. It could be that he might have forgotten to set this up properly. Which could, you know, insinuate that Zero is one of the players. Could Zero be Snake? おそらくゼロだろう。どうして？決まってるだろう。奴はこのゲームの首謀者だからだ。だからこそ奴である可能性は低いんじゃねえか。そもそも最初に基盤を抜き取っておいたのは誰だ？ゼロだろう。ああ、そうだよな。だったらどうして奴は。わざわざ自分で抜き取った基盤をもう一度刺したりしたんだな。なんでそんな二度手間みたいなことを。確かに、それもそうだな。するとどうなる？レッドに基盤をぶっ刺したのは誰だ？つまりお前が言いたいのはこういうことか。俺たちの中に基盤を刺した人間がいると。ビンゴ、ご名答だ。だがもしもそうだとすると、そいつは基盤を刺したことを俺たちに隠してることになるよな。ああ、なぜだろう。さあな、バレると何かまずいことでもあるんだろう。まずいことって？知らねえよ。知られないようにするために隠してんだろ。だがもしかしたらニルスが消えちまったことと何か関係があるのかもしれない。ニルスのことと？そうだ。とにかくこのゲームは誰かを信じたら負けになる。お前らも気をつけるといい。一番信頼してる相手が裏切り者かもしれないぜ。Is he saying that we shouldn't trust him too? I mean, the relationship between Senta and Junpei seems to be quite strong ever since the refrigerator situation. And I mean, the way he talks to Junpei now, kind of feels like they do have the kind of trust between them. So, I don't know, this sentence seems a bit strange.だとさ。Where else can we go? We have done this, and this. Finish searching? これだけ探しても見つからないなんてね。このままニルスを探し続けても仕方がないわ。先に進みましょう。やむを得んな。社の言った通りだ。ここにいる七人で先に進むしかねえだろう。だが問題が一つある。誰と誰が組んでどの扉に入るかだ。そうね。そこで一つ提案があるんだけど。一人犠牲になってもらう人間を決めない？犠牲？そう、
犠牲。みんなもう気づいてるんでしょ、全員でこの先に進むことはできないって。4人と3人のチームに分かれたら3人が脱落することになるし、5人と2人なら2人が取り残されることになるわ。でも3人と3人と1人だったら犠牲は1人で済むのよ。This is a tough choice. It would be safer to leave behind more people together, because, you know, in case something happens, at least that one person, I mean, if that group of a few people will be there, to back themselves, you know, to help them out within a situation if anything arises, but...Leaving one person behind isn't exactly safe for that one person either. Who knows, you know, Zero might be roaming around the area and just killing off people that is left behind. I'm not sure. ちょっと待ってくれ。ん？5人と2人なら2人が取り残される。3人と3人と1人だったら1人が犠牲に。それはわかるんだ。2人や1人じゃナンバリングドアの先には進めないからな。だが4人と3人だとどうして3人が脱落することになるんだ。計算してみればわかるの。例えば1456で7の扉に入ったとしましょうか。すると残るのは何番？378だな。その数字根はいくつになる？3たす7たす8イコール18だから1と8を足して9だ。正解よ。でもここには9の扉はないでしょ。だから残った378はどこにも行けないってことになるの。もちろん今のはあくまでも一例よ。他にも組み合わせの数はたくさんあるわ。だけどどの4人でどの扉に入っても結果は同じ。時間があったら計算してみるといいわ。絶対に不可能だってわかるから。とにかくそういうことなのよ。横槍が入ったからもう一度言うわね。3人と3人と1人だったら犠牲は1人で済む。その犠牲となる一人を決めようっていうのか。ええ、そう。この状況においてはそれが最も道義的かつ理性的な選択だと思うの。他の6人が生き延びるためには一人に身を捧げてもらうしかないのよ。そんなひどすぎます。何がひどいっていうのよ。一人を犠牲にするなんてそんなこと。だったら何？犠牲者は1人よりも2人、2人よりも3人の方がいいっていうわけ？そんなことは言ってません。1人よりも0人の方がいいに決まってるじゃないですか。だからそれは無理だって言ってるじゃないのよ。夢みたいなことばっかり言ってないで現実を見なさい。まあまあまあ、2人とも落ち着けよ。とにかくヤシロが言わんとしていることは、最大多数の最大幸福を追求すべきだって、そういうことだよな。その通り、民主主義の原理原則よ。だからそれにのっとって犠牲となる1名も投票で決めようと思うんだけど、どうかしら。私は反対です。あんたには聞いてないわ。黙ってて。サンタはどう？俺か？俺は、まあ、賛成かな。
はい、1票ね。私を加えて2票。セブンは？もろ手を挙げて賛成ってわけにはいかねえが。まあ、仕方ねえだろうな。このままじゃ全員が織田物になっちまうわけで。よくわかってるじゃない。これで3票ね。あと1票獲得すれば、この法案は成立よ。四つ葉はどうかしら？ねえ、四つ葉。あなたのお兄さん、ニルスは多分、ナンバリングドアの向こう側にいるはずよ。これだけ探しても見つからなかったんだもんね。そう思うの？That doesn't make sense. So, the thing is, you can't have less than 3 people enter a door. There's no way that the brother could have gone in by himself. So, yeah, this phrase doesn't make sense at all. 一緒に探しに行きましょう。たった一人を犠牲にするだけで、それが可能になるの。だから、賛成してもらえるわよね。これで決まりね。さてと、それじゃあ早速だけど投票を。そんなものは必要ないよ。私がここに残る、それでいいだろう。紫君、君は何か勘違いしているようだね。私はここに残るとは言ったが、犠牲になるとは一言も言ってないんだよ。え？私は君たちを信じてるんだ。必ず戻ってきてくれるとね。おい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 、何を寝ぼけたこと言ってるんだよ、お前は。ナンバリングドアは一方通行。入ることはできても出ることはできない。なら、俺たち6人がこの先に進んじまったら、戻ってくることなんてできないか。そうだ。だがこの船から脱出したら話は別だろう。なんだと？私からのお願いだ、タナマ。ぜひとも救助を連れて戻ってきてほしい。ゼロの言っていたタイムリミットが訪れるまでに。無茶だ、無理に決まってる。タイムリミットまで5時間を切ってるんだぞ。ここが洋上のどこに位置するかもわからないっていうのに、どうやって救助を連れて戻ってくるっていうんだ。だったら君が私の代わりになってくれるとでも言うのかね。それとも紫君を置き去りにするか。さあ、これでもう分かっただろ。結論はすでに出ている。こうするより他に仕方がないんだ。行きたまえ。私のことは構わずに。さあ、早く。そうね。それじゃあ、お言葉に甘えさせてもらおうかしら。ああ、そうしてもらえると助かるよ。私はここで一休みさせてもらおう。年のせいか、最近疲れやすくてね。ねえ、ちょっとみんな、何してるのよ。時間がもったいないわ。早く行きましょう。I still think it's better to have more people stay behind. Because the thing is, Snake is still around on this area. It's impossible for him to travel to the next area unless he is zero. So, yeah, if Snake was still around within this area, and if you at least have two other persons stay behind that can, you know, make use of his number to get through a door later. Yeah, that would have been a better
ideal scenario, this lady is just, you know, if I was in this kind of locked room scenario, I would leave her behind. そうだな。行こう。今そうするしかあるまい。セブンさん。俺も賛成だぜ。正直長話にうんざりしてたところだ。サンタさんまで。私もお兄ちゃんを探しに行かないと。ちょっと待ってください。みんな落ち着いて考えましょう。全員で脱出できる方法が必ずあるはずです。ねえ、そうでしょ、純平くん。なんとか言ってくださいよ。ああ、そうだな、考えよう。何か方法を。もう、だったらいいです。私がなんとかします。一宮さん。ほら、立ってください。諦めるのはまだ早いですよ。みんなで一緒に考えましょう。全員で助かる方法を。一宮さん、ねえ、どうしたんですか。一宮さん、しっかりしてください。大丈夫だ。大丈夫って、でもこれだよ。注射器、マントレインベータ、何ですかこれは。これを打ったんですか。ああ、ただの麻酔薬だよ。心配には及ばん。麻酔薬、ここに来る前に見つけたんだ。個室の方の病室を探しているときに。いつか何かの役に立つのではないかと思い忍ばせておいたのだが、まさか自分で使うことになるとはな。どうしてそんなこと。言っただろう、一休みさせてもらうって。もう疲れたんだよ私は。一宮さん。おや、まだ用があるのかね。眠りたいんだ。少し静かにしてもらえないかな。ダメです、ダメですよ一宮さん、眠っちゃダメです。ああ、君の胸は温かいな。とても心地がいい。なんだかいい夢が見られそうだ。一宮さん、一宮さん。Okay, so here's an interesting conversation between them in Japanese, which the English translation did not say. So, Ace, as you can tell in the image, Jun is holding up Ace, and you know, he's technically just sitting upright and falling asleep. But in the conversation, Ace was saying that, you know, Jun's chest was comfortable and smells nice. So there's a lot of interesting conversation going on right there, which is not translated in English. So those of you who understand Japanese would definitely know the Japanese side of the story. さ、これで選択の余地はなくなったわね。彼の思いを無駄にしないためにも私たちは前に進まなくちゃ。そうでしょ。心にもないこと。何か言ったかしら。いや、何でもない。選択の余地はまだ完全になくなったわけじゃないぜ。え、どういうこと。俺たち6人がどの扉に入るのかはまだ決まったわけじゃないだろう。
ああ、なるほど。確かにそうね。無駄話はもうこりごりだ。さっさと決めちまおう。まずはヤシロ、あんたは何番の扉に入りたい？私は、そうね、8番かしら。私のバングルナンバーと同じだし。わかった、8番だな。それじゃあ次は7だ。あんたは何番の扉に？俺は7を選ぶよ。そこのババアとは気が合いそうもないんでな。I have to agree with him. But they haven't really considered why door number 3 is so far away from 7 and 8. Could 7 and 8 be the wrong doors and number 3 be the right one? I don't know. There are a lot of things that you can probably speculate from this. I mean, it's pretty suspicious why the door on the left is still so far apart from the other two doors when there's another door in the middle that has no numbering. Anta ima nante itta? Nani mo itte nai yo. He's just being honest. Oboete nasai. Sate to, tsugi wa dare kara kikou ka? Junpei.お前はどの扉に？I don't know. I'm gonna go with door number 3. 俺は3の扉に入ろうと思う。ダメだ。それはできない。あ？なんでだよ。不可能だからだ。3対3で分かれた時にどちらかのチームが3の扉に入ることはできないんだ。どうして？ここにいる6人のバングルナンバーは3、4、5、6、7、8。3人で3の扉に入るためには3、4、5か6、7、8で組むしかない。この2通りしかありえないんだ。だが2つのチームが同時に1箇所に入ることはできないから。なるほど。どっちかのチームは取り残されることに。そういうことだ。7や8の扉ならそういうことにはならないのか？ああ大丈夫だ。取り得る手段は3つある。プラン A、 358で7に入り467で8に入る方法。プラン B、 457で7に入り368で8に入る方法。プラン C、 367で7に入り458で8に入る方法。以上の3通りだ。これ以外の選択肢はない。俺たち6人が揃ってこの先へと進むにはな。5と6が同じチームにならないじゃないか。つまり6人が揃ってこの先へと進むということは紫と離れ離れになるってことで。考え事は終わったか？さあ、というわけだからもう一度考え直してくれ。選択肢は2つだ。7か8か。3は絶対に選べない。選んじゃいけない。3を選べば取り残された奴が確実に死ぬことになるからだ。さあどうする？7か8かどっちを選ぶ？Oh my goodness, take the risk and choose door 3. Oh, that feels likeA dead end to the story. I'm gonna take a look at the... Oh, I can't even see the progression screen. I have to make a choice? Oh god. That's so nerve-wracking. Oh god. Okay, The lady chose 8, right? I'm not going with her. I am definitely not going with her. わかったよ。
仕方がない。それじゃあ俺は7の扉を選ぶよ。そうか、7だな。ああ、すると必然的に紫は8ってことになるわけだが。え、どうしてですか？純平、お前はもう気づいてるんだろ。説明してやってくれ。紫、聞いてくれ。俺たちが6人でこの先へ進むためにはな。そんな、それじゃあ私はこの先ずっと純平君と離れ離れに。おいおい、そんな根性の別れみたいな言い方するなよ。離れ離れになるって言ったって一時的なものだ。最初の4と5の扉の時だってそうだっただろ。 Yeah, it might be the same scenario where eventually both teams meet up again, but we don't know the actual structure of this location. It might not even be the boat. It might be just an elaborate setup. So チームは2つに分かれたが、結局はこの部屋で合流することになった。きっと同じだよ、7と8の扉も。どこか先の方でつながってると。ああ、おそらくな。おそらくって。俺は間違いなくつながってると思うぜ。どうしてそう思うんですか？もしもつながってなかったとしたら、どっちのチームも9の扉には入れなくなっちまうからだ。つまりこの段階でゲームオーバーってことになる。ここまで用意周到にことを運んできたゼロがこんなところで全てを終わりにするとは思えねえ。奴は最後の最後までこのゲームを楽しむつもりでいるはずだ。誰かが9の扉にたどり着くまでな。大丈夫だ、もう一度必ず会えるさ、絶対に。はい、約束ですよ。ふぁ、やっと終わったみたいだな。とにかくこれで問題はほぼ片付いたことになる。残った俺と四つ葉は自動的にどっちかへと割り振られることになるからな。なんだ、俺が8で四つ葉が7に入りゃいいのか。四つ葉、何か異論は？別に。よし、それじゃあこれで決まりだ。行こう。Oh, いいか。So we really split into two. うん。行くぞ。So two guys, one girl, and two girls, and one guy. 開いた。よし。行こう。There it is, the counter. 紫。純平くん。何やってんだ、純平！残り81秒だって言ってる時間ももったいない。行くぜ。見て、左の扉、あそこにデッドがある。Was it that far?These guys are panting very seriously. 止まった。止まったぜ。ナンバリングドアを通り抜けたのはこれで二度目になるが。やっぱりヒヤヒヤするもんだな。図体の割には意外と肝っ玉は小さいんだね、おっさん。なんだとてめえ、もう一遍言ってみろよ、これ。
図体の割には意外と弾は。てめえ殺されていいのか。やれるもんならやってみなさいよ。おお、上等じゃねえかこのクソガキが。おいおい、こんなところで仲違いはやめろよ。何の得にもならないだろうが。ったく、ちょっとここで待っててくれ。他にも扉がないかどうか調べてくるから。ナンバリングドアはやっぱりこっち側からじゃ開かないか。今入ってきたばかりだもんな。こっちの左の方、一本だけ脇道があるみたいだが、鉄の壁か。どうやっても開けられそうにないな。どうせここを開くしかないんだろ。あ、そうみたいだ。扉の上に何か書いてあるね。読める？あの金属製のプレート。オペレーティングルームだな。どうやらこの先は手術室になっているらしい。手術室か。少なくとも今聞いて嬉しい名前じゃないな。とにかくうだうだやってても仕方がねえ。早速だが、中を拝ませてもらうことにしよう。どうした？いや、なんでもない。入ろう。ん？なんだこの衰立は。見てみればわかるでしょ。あ、おい、四つ葉。四つ葉、おい、どうした？なんだこいつは。死体。確かめるか。ああ、こいつは。ち、なんだよ、ただの人形じゃないか。人形。本当だ、人形じゃん。たく、脅かさないでよね、もう。へっ、肝っ玉の小さい女だな。体と同じでミクロサイズか。うるさい、黙れ筋肉バカ。お、なんのかちびっこめ。上等じゃないのよこの黒豚まんじゅう。おいおい、またかよ。いい加減にしてくれ、頼むから。きっ。やれやれ。ところで、どうやら彼も立派な肝っ玉を持ってるらしいな。と言っても肝臓ではなく心臓のようだが。あ、こいつか。この胸のところにある。そうだ。なんで心臓なんか。ただの人形じゃないってことだろうな。人体模型？夜のお友達かもしれないぜ。とにかく室内を調べてみよう。行動開始だ。うん、了解だ。Alright, it's time to figure out how to escape this room. These doors are really kind of creepy. Yeah. It says something here. John. I think that's the doll's name. Maybe. This thing is creepy. Yeah, you don't have to remind me. Mannequins are just strange. I wonder why it's on the bed. I mean, it is the operating room.
it seems like this whole construct can actually be elevated. It feels something like out of Frankenstein. My cough. Hey, I wonder what this thing is. It says KG on display. Oh, they're using the metric system. I think maybe it's a skill. So we have to balance the weight somehow. Oh god. Medical mannequin with its guts showing. Ew, gross. Hey, Junpei. There's a slit in this thing's chest. Yeah, sure. There's something in there. Maybe we can get it out. Okay. So this guy has all muscles, but he can't even remove a plastic piece. I guess you can't use force on this one. You need something small that can fit into that little hole. Let's look for some kind of scalpel. Maybe this thing here. This thing, obviously. Alright. It seems like the rest of the stuff can't be picked up. Okay. Can we use the scalpel? We can't? Okay, so we took. Ooh. Okay, it seems like no matter which route we go, if we took door 7 and 8, it seems like we'll be able to make our way to all 3, or technically all 5 different endings. But if we went through door 3, it seems like there's only a downward path towards that particular ending. So, I guess it gives us a bit more... options. Alright, let's take a look at the room. The scissors. Yeah, that looks like the only thing that can be picked up. This thing, it's got these short iron legs. It looks like a furnace. Nothing inside. A table. Oh god! Another medical mannequin? The rest of it, this one's a chick. She has a name too, Lucy. John and Lucy? Looks like Miss Lucy only has a head and a left arm. Maybe we're supposed to gather all her parts. Some kind of device attached to the bed. 6kg on the panel. Is this a skill? Yeah, probably. Oh, there's the torso. Fake chest. Huh. So are we supposed to remove the heart? Maybe you're supposed to heat something like that gauze to kill the bacteria? It's a boiling thing over there. Starting on the lid or in the drawers. Okay. So different kind of medication. It's hard to tell them apart. Okay, so it seems like the medicines aren't doing anything. The drawer is empty and nothing there. Okay. Oh, we can actually go out. Preparation room? It's locked. Okay, so I guess the key might be in that mannequin's chest. It's locked. Oh, so that's where we came from. Okay. Alright, let's see. See this? There we go. Okay. Can we... How do we combine again? Combine this with... This? Nope. Okay. Alright, let's head over to this guy.
No. How do we look at him? There's a lid. No handle. Okay. Is there no other mannequin under there? Okay, let's get the fake chest. It's not gonna fit. Okay, strange. It's not working. Oh, we can cut the organ with the scalpel. Oh, there it is. That's what we're looking for. Okay. So I'm guessing the room is this. There you go. Anything in the drawer? Let's see, huh? A piece of paper. Some kind of medical record. Okay. File? Medical record. Found in the preparation, it has records for the two mannequins. There's a male mannequin named John and a female named Lucy. The record shows each mannequin's total weight and the weight of the individual parts. Oh, cool. Okay. So 51.3 kg. John is lighter than Lucy? That's strange. Okay. What is this now? Oh. The white light on the top is glowing. Yeah, but red, blue, and purple ones still unlit. Are we supposed to pour liquid inside this? Okay. Oh. No one open. Looks like it's locked. There's a red plate on it. Oh, so we have to... Okay. I get it. So if I'm not wrong, they're all locked. Yeah. So the beaker with the laser going through it is how we open up this. Okay, that makes sense. Oh, there's a symbol on it. What's this? A light switch? Doesn't seem to be working. How do we remove the parts? Okay, we're in. Why are you talking about slugs at this time?
Oh god, she's a sadist. Junpei, there's a bottle of iron powder. What do you know? How do you know that it's iron? It was like, oh, she's good at chemistry. Interesting. Something stinks. Ammonia? Yep, ammonia. Oh my goodness, what is this? Iron salt water. Blue liquid. Okay. Alien blood. Okay, I think I know what it's supposed to be used for. So, okay. Passcode? No, you don't know the number, but I mean, we can probably tell from this. Carbon dioxide? What? So they're asking us to check out chemistry formulas? Oh. I don't know. Ethanol. I don't know. Are they asking us to count the numbers in the formula? H2O is water. How is water 3? Iron is Fe. I don't know. Okay, let's go figure out the color combination first. Yeah, there we go. Okay, let's check the cabinet. There we go. Got the leg. So let's pour the blue liquid in. Okay. How about we pour the red one too? Alright, let's open up all the lockers. It looks like a nose. Okay, let's get out of here. I have to stop pressing the wrong buttons. Okay, that was pretty easy. Okay, this puzzle, I'm a bit confused. So, water is 3, so water's chemical construct is H2O. So, since it has 2 hydrogen and 1 oxygen, does that mean it's 3? Salt. So, iron is Fe, which is 1, you know, by itself. So, that's why it's 1. Carbon dioxide, CO2. So, 3? I guess. Ammonia? What is ammonia?
Where is ammonia? Carbon dioxide. I don't know, it's made out of two carbon items, so it's two. Six hydrogen, so it's eight plus one, so that's nine. Okay. What else is there? Salt is two, right? Yeah, I'm right. So we just need to find out carbon dioxide, ammonia, and ethanol. So carbon dioxide was CO2, so 3. Ethanol was 9. Where is ammonia? Okay. Ammonia, there it is. 1 nitrogen atom and 3. So 4. So it's the code. Okay, let's give this a try. 3, 4, 9. Oh my god, I got it right! Is that all the parts? Looks like it. Okay, let's put Lucy together. Don't we have all the parts? Oh, do we have to combine? Really gotta stop pressing this. Okay, let's combine them together. What? So that's what I'm missing. Oh my goodness. Modoroka. Ah, so da na. Oh, dou shita nda yo, Sema? No, chotto. Sore, kusuri no bin ka? Chotto ki ni natte na.取れよ。あ、エチレンジアミンタートレイト EDT 主席酸エチレンジアミンのことだ。何の薬だ。医薬品じゃねえ。確か工業用の清浄剤か何かだったはずだ。どうしてそんなものがここに。何かを浄化するためだろう。何かって何を。さあな。だが少なくとも俺の頭の中はほんの少しだけ浄化してくれたみたいだ。何か思い出したのか。ああ、思い出したのは EDT にまつわるこんな話だ。今から半世紀以上も前のことになる。アメリカのとある工場でEDT の巨大な結晶を作っていた。目的はさっきも言ったが、工業用の清浄剤として売るためだ。ところがその工場が稼働を始めてから1年後のある日、タンクの中で生成していたこの結晶に奇妙な異変が現れ始めた。EDT に水の分子が一つだけくっついた、いわゆる水和物と呼ばれる結晶ができるようになってしまったんだ。こうなってしまうと、もはや清浄剤としては役に立たない。工場はできた結晶を廃棄処分にせざるを得なかった。だが、話はそれだけでは終わらない。この日を境にして距離を隔てた別の工場でも同じ現象が現れるようになった。今までと全く同じ手順で、全く同じ材料を使って、全く同じ環境の下で生成していたにもかかわらず、出来上がったものは
どれもこれも水和物の結晶ばかりで、それからというもの、世界各地のありとあらゆる工場で純粋な EDT の結晶は一切作れなくなってしまったらしい。それまでは研究機関も含めてそんな現象は一度たりとも発生したことはなかったのに、最初の工場でそれが生み出された途端、まるでなんて言いやいいな、あたかも物質同士が互いに囁き合っているかのように、目には見えない何かで情報を伝え合っているかのように、その現象は瞬く間に世界各地へと広がっていっただろ。そうだ、要するにそういうことなんだ。だがなんでわかった？似たような話を聞いたことがあるからだよ。どこで？冷凍庫で。冷凍庫？なあ、そこで紫から聞いたんだが、常温でも溶けない氷か。何か思い当たることでも？ちょっと待ってくれ、もう少しで思い出しそうなんだ。もしかして、アイスナインのこと知ってるのか？アイスナイン。そうだ、思い出したぜ、この船にはあの少女がいるんだ。あの少女？アリスのことだよ。アリスって誰だよ？だから常温でも溶けない凍りついたあの少女のことだ。は？1912年4月15日の未明、タイタニック号が沈没したことは知ってるよな。ああ、犠牲者の数は1500名以上。史上最悪の海難事故だ。それがどうかしたのか？遺体を回収した船のことは？確か、カルパチア号じゃなかったかな。タイタニック号と同じ、イギリス船籍の客船だったと思うが。違う、そいつは生存者を救出した船のことだ。遺体を回収した船はマッケイ・ベネット号という。ベネット号は事故発生から2日後の4月17日カナダのハリファクスにある港を出港し、現場海域において306人の遺体を収容した。そこは氷山の漂う極寒の海原。当然のごとく、引き上げられた遺体はガチガチに凍りついていたという。あまり気分のいい話じゃないな。それで？ベネット号が引き上げたのは何も遺体だけじゃなかった。洋上に浮かんだ数々の遺品も回収したと言われている。その中に一機の棺があった。棺？そう、棺だ。木製のな。おそらく腕の立つ職人が作ったんだろう。組木細工のような構造をしていたその棺は、一本の釘も使われていなかったにもかかわらず、少しの隙間もなくびっちりと密閉されていたらしい。船員たちは気になってその棺を開けてみることにした。くさびを打ち込んで無理やりこじ開けたんだ。すると中に収められていたのは一人の少女の亡骸だった。あでやかな黒髪、みずみずしく潤いをまとった褐色の肌、
気品漂うその顔立ちはまるで女神のように美しかったという。彼女は眠るように死んでいた。今にも起き上がってきそうなほど血色のいい艶やかな肌をしていた。だが彼女が目覚めることはなかった。他の犠牲者たちと同じように彼女の体は冷たく凍りついていたんだ。やがて捜索を終えたベネット号は母港であるハリファクスの港へと戻った。次々と陸揚げされていく306体の遺体。春のうららかな日差しを浴びて、その頃にはもう凍っていた遺体はぐずぐずと溶け出していた。中には腐臭を放ち始めていたものもあったとか。ところが一体だけ凍りついたままの綺麗な遺体が存在した。それが棺の中に収められていた少女だったと。そうだ。最初は誰もが思った、ほんの 2,3 日もすれば彼女の体も腐り始めるだろうと。だが1週間経っても2週間経っても状態はまるで変わらなかった。一月が経ち、二月が経ち、季節はすでに夏。それでもなお凍ったままの彼女の姿はやがて人々から奇跡と呼ばれるようになった。噂は噂を呼んで瞬く間に広がり、奇跡の少女を一目見ようと大勢の人々がハリファクスの港へと押し寄せることになった。そんな中、誰からともなく彼女のことをこんな風に呼び始めた。オールアイス、アリスと。だがその噂も長くは続かなかった。どうして？消えちまったんだよ、アリスの姿が。忽然と何者かが倉庫に忍び込んでアリスの遺体を持ち去ったらしい。姿が消えれば噂も消える。次第に彼女のことは忘れ去られていき、今では当時の新聞にその名残をわずかにとどめるばかりだ。待ってくれ、お前はさっきこの船にはあの少女がいるって。ああ、言ったな。アリスは間違いなくこの船のどこかにいるはずだ。なぜ？俺は知ってるからだ。何を？その後アリスがどうなったのかを聞かせてくれ。どうなったんだ、アリスは。当時ニューヨークには世界中の富豪たちが集まるブラックマーケットがあったと言われている。そこのオークションでアリスは競売にかけられたんだ。落札した人物の名はサー・デュエフ・ゴルダイン。聞いたことのある名前だろう。ゴルダイン橋、タイタニック号の姉妹船ギガント号を買い取った人物か。その通り。まあ時系列的には逆になるんだがな。というと？ゴルダイン橋は1912年にアリスを手に入れてからその4年後の1916年にギガントを買い取ったんだ。そしてギガントのどこかにアリスを隠した。それがどこなのかはわからん。彼は1931年にこの世を去っている。アリスの隠し場所を誰にも告げぬままくたばっちまったのさ。ただなんだ。ゴルダイン卿の側近が一度だけ尋ねたことがあるそうだ。アリスはどこに。すると彼はこう答えたという。ギガントのへその下、知識の森を抜けた小部屋にアリスは眠っている。なんだそりゃ、暗号か。さあな、
とにかくそんなわけで俺は確信してるんだよ。ギガントのどこかに、つまりこの船のどこかに氷の少女が隠されてるってな。ちょっと二人とも何やってんのよ。そんなところでだべってないで早く出てきなさいよ。いや、分かった分かった、すぐに行くよ。たくも、とにかくま、そういうわけだ。今話したこといずれ役に立つ時が来るかもしれん。忘れんなよ。アリスか。その王女のミイラは普通のミイラじゃなかったんですよ。彼女凍ってたみたいなんです。発見された時からタイタニックに積み込まれるまでずっと。凍りついたその体は砂漠の上を運ばれている時でさえ決して溶けることはなかったと言われています。そのエジプトの王女はアリス。体内にある 60% の水分が全てアイスナインでできていた。バカバカしい。そんな人間いるわけないじゃないか。Alright, that was a pretty interesting lore. So let's put together Lucy. Okay. 51 kg?No, she was supposed to be heavier. So... Swap her body parts with John's? Yeah? The screen will display two medical mannequins. You can switch their body parts by selecting the part you want to switch out. If I'm not wrong, I think it's the...Heart. No? Okay. John was supposed to be lighter, right?Oh my goodness, that was it? Okay, let's head over to the guy's desk. Huh? Are they on the scale? Oh! Must have opened because we watched John's weight to what's on the chart. Oh!The first of its kind, so we finally got a key with this sign. Okay, I guess we can head out now. There was that door, right? This door? Just wait. What now? What happened? Yotsuba is not.Where did she go? たく何やってんだよあいつ。セブン、ちょっと待っててくれ。連れてくるから。うわ、わかった。おい、どうしたんだよ四つ葉。早く行くぞ。な、何してんだよ。そんなにジョン君と別れるのが名残惜しいのか？なあ、腰痛は聞いてんのか？お兄ちゃん、もしかしたら
殺されたのかもしれない。え？急にいなくなっちゃったのはきっとそのせいで、だとしたら多分次に狙われるのは私だと思う。何言ってんだよ。どうしちまったんだよ、突然。あ、そうだ。確かポケットに。あった。四つ葉のクローバー。知ってるか？四つ葉のクローバーの葉っぱには、一枚ずつ意味が込められてるんだぜ。ホープ、フェイス、ラブ、ラック、希望、信頼、愛、幸運だ。こいつをお前にやろう。お守りだ。受け取ってくれ。いいか、四つ葉。いつでも、どんな時でも、希望を捨てちゃいけない。大切なのは信じること。そして愛することだ。この三つが揃った時、初めて幸運が訪れる。お前の兄貴、ニルスは殺されてなんかいない。きっとどこかで生きている。そう信じるんだ、強く。ありがとう。さあ行こう。出口の前でセブンが待ってる。待って、その前に一つだけ聞きたいことがあるの。なんだ？実験って聞いて何か思い当たることは？は？そっか、そうだよね。それじゃあやっぱりただの偶然だったんだ。純平が四つ葉のクローバーのこと知ってたのは。すまん、意味がわからないんだが。ううん、なんでもないの、気にしないで。 He knows something. What is Four-Leaf Clover gonna do with Operation? And she appearing in this room is no coincidence either. Is it something related to her and the brother? Guess we have to find out later. 気にしないでって言われて、気にならない奴なんていないだろう。なあ、教えてくれ。何なんだその実験って。絶対誰にも言わないって誓ってくれる？うん、誓うよ。本当に？本当だ。信頼してもいいんだよね。当たり前じゃないか。分かった、それじゃあ教えてあげる。今から9年前、この船で何が行われたのか。待て、この船で？そう、この船で。実験はある特殊な心理的作用を検証するために行われたの。その心理的作用っていうのは、目には見えないフィールドを介した共鳴作用のことなんだけど。目には見えないフィールド？例えばこれを見て、ジョン君。これって本当にジョン君なのかな？は？ロックの靴下みたいじゃない？そうじゃなければテセウスの船とか。知らない？今言ったパラドクスの話。知らないな。そっか、ロックの靴下っていうのはこんな話。今ここにお気に入りの靴下があるとするね。その靴下に大きな穴が開いちゃったの。純平だったらどうする？
I would usually throw it away, and keep the other one. And when I have another pair of socks that has a similar design, and if the same thing happens, I just match up the two pieces of socks that are still usable together to make them a new pair. Is that what she means? これだったら迷わず捨てちまうな。大好きな思い入れのある靴下なのに。靴下にそんな思い入れなんて。いいから、もしそうだったとして。そしたらまあ、継ぎ当てかなんかして修繕するんじゃないかな。他のところにも穴が開いちゃったら。また継ぎ当てをする。さらに他のところにも穴が開いちゃったら。また次当てを。じゃあさ、そうして何度も何度も次当てを繰り返していって、最初に使われてた布地が全くなくなっちゃったとしたら、そうしたらそれって元のお気に入りの靴下と同じものって言えるのかな。難しい問題だな。もしかしてそれがロックの靴下の話か。そう、テセウスの船も似たようなもの。テセウスの船、その船の傷んだ箇所を少しずつ少しずつ補修していったら、最終的にもともと使われていた部品が一つもない状態になっちゃったんだって。それでもその船はテセウスの船と言えるのかな。あと船から取り除かれた古い部品を別の場所で組み立て直した場合はどうなるんだろう。その時にはどちらか一方が本物のテセウスの船ってことになるのかな。補修した方かな、それとも古い部品で組み立て直した方。ね、同じだと思わない。何が。この人形のこと。これってジョン君なのかな、それともルーシー。頭部と心臓はジョンのものだ。しかしそれらと片腕を除いた全身の大部分はルーシーのパーツによって構成されているか。私たちもこの人形と同じなんだよ。だってそうでしょ、私たちの体の細胞だって日々入れ替わってるわけで。私の左腕の一部はサンマのタンパク質でできてるのかもしれない。純平の右足の一部は牛のタンパク質でできてるのかもしれない。さらに遡るとサンマや牛のタンパク質も別の何かでできてることになるよね。そんな風にして私たちはつながり合ってるんだよ。目には見えないフィールドを介して。遅えよ、何やってんだお前ら。いつまで待たせるつもりだ。 This guys really know how to spoil the mood. They interrupt each other when they're getting so deep into explaining idea, a psychological phenomenon. I don't know. But it's a pretty interesting theory. But, you know, if you know body science well enough, you wouldn't have this idea. So, 時間がねえんだよ、分かってんだろうが。もう、なんだ、俺に隠れて密談でもしてたのか。違うよ、そんなんじゃない。私たちはただただ人形遊びをしてただけ。え？人形遊び？行こう、純平。人形遊びって、純平、
お前そんな趣味あったのか。アホか。よし、それじゃあ開けるぞ。いちいち聞かなくてもいい。さっさと開けるか、その鍵をよこすかしろってんで。分かったよ。さてと、行きますか。おいおい、なんだよそれ。ジジイが散歩に出かけるみてえな言い方じゃねえか。男、他にねえのかよ。喜びを分かち合うような掛け声がさ。ねえよ。お兄ちゃん、もしかしたら殺されたのかもしれない。次に狙われるのは私。冗談じゃない。She being targeted. 喜びの声なんて開ける気になるかよ。ここもかい。 Alright guys, I'm gonna end this episode here. What do you guys think of the story so far? It has been intriguing, and you know, they have gotten a bit too deep with all the lore. You know, I mean, it's pretty interesting how they create a story with such theories, hypotheses, you know, to make things interesting. But overall, the final outcome will determine whether all these theories, you know, actually do have a part in the whole construct of why Zero is doing this. So guys, if you guys are still excited for this series, let me know your thoughts about everything so far in the comments down below, or by just hitting the like button on this video. And don't forget to subscribe for more episodes coming your way, hopefully soon. I want to complete this so I can move on to the next game, especially since Monster Hunter Stories 2 is coming along soon. Till then, bye!